めくってから、うん、はいさーい、はいさーい、はいさーい、はいさい村ですね。本日もやっていきます。はい、今日は前回に続き、はい、ウッドデッキ、ウッドデッキ、はい、広げようの、そうですね、はい、回ですね。今回もで、前回は下2メーターまで作ったんだよね。で幅2メーター、幅2メーターで、あれ完成したら追加でまた2メーター伸ばそうぜってショーが言ってましたね。あ、あれ終わったら、うん、伸ばしたいって、あ、さらに伸ばそうって、うん、ああ、いいんじゃないですか。そして、はい、昨日ちょっと作業したんですけど、モーリーとハローキと、はいはい、3人でやってね、はい、今日雨降って、はいはい、めちゃくちゃ雨降って、待望のお水が溜まってるのかどうか、ちょっとチェックしたいと思います。ここ作ってるからね、ここも上、はい、これ作って前倒れてたんですよね、うん、で、空になってたのが今どうなってるのかっていうことで、いっちゃっていいですか、お水チェック、進化が問われる、いくぜ。はい、おぉ出ました、出たけど、そっちなんか、コースアウトコースアウトしまくるでしょ。うん、で、お水は、お水どう、おまあまあ溜まってるんじゃないですか。まあまあ溜まってる、お、溜まってるね。どのぐらいまで、半分よりないぐらい、半分、こっちぐらいか、こっちぐらい溜まる、半分ぐらいだよね、半分ぐらいって溜まってる、ね、すごっ、いいね。っていうことは、ずっと降り続けてたら、ね、溜まったはず、普通に溜まってたと思う。何時間か降ったんじゃない、もしかしたら、ね、うん、まあ、夜だけね、降ってた、そうだね、ザーって降ってたっけ、うんうん、植物チェックワンツー行く、植物チェック行きますか、今日の植物チェック行く、バナナは出席、バナナちゃん、バナナ、ていうか、最近臭かったばっかりなのに、また生えてきてるよ、違うね、葉っぱが伸びて、葉っぱこれはもう、あ、これもでっかい、いいね、もう完全に身長超えたね、俺なんか、ね、あんなちっちゃかった、ね、お前も車来た時はね、身長俺なんか以下だったのに ねすごいね、うん、そこを 1,2 ヶ月で一気に伸びましたよ。雨降ったらここで雨が出るじゃん、最高だね、その3年間こっちで、で、僕らはあっちで、で、俺はもう、ああっつって、お守りするっつって、バケツ置いて、バケツどこ置いていいか分かんない、どこ置いていいか、バケツ置く場所もないでしょ。カビラ先輩、どうなってるのか、カビラの自衛君、大丈夫そう、自衛君、大丈夫そうだね、はい、なんか枯れてる雰囲気は全然ない。さっきはどうですか、お、ちょっと伸びてるんじゃない、この芽、あ、もう1本出てきてる、あ、本当だ、2本出てる、そして横に竹の葉っぱが入ってる、これ竹の葉っぱじゃん、これ、そうなの、これ竹っぽくない、なんか違う、いや違う、あ、嘘です、あ、嘘ですやん嘘ですやん、これは間引いた方がいいな全員今、親ってなりましたね。じゃあウッドデッキやっていきますか、はい、こちらにある板ね、これ全部もう塗ってあるみたいなんで、防虫防腐剤、これをそのまま打ち込んでいくと、はい、ちょっと色違うんですけど、最後また自分が買ったやつが間違っててそれこの色になっちゃったんですね。まあそれも愛嬌よ、前の日で塗っていたこの板をここに貼り付けておきます。で角からやってますね、さあ長さは2メーターで撮ってるんですけど、さあどうですか、いい感じの2メーター、今シュマ、なんて言ってる、シューマ打てって今だ打てって、やられる前に打てって、やられる前にやれって、もう一度防虫防腐やってるから安心だね。シロアリすごかったっすからね、すごかった。まず今日のお昼は大先輩、ハロー先輩がいるからなんか怒ってくれるかもしれんよ。おお、そば行きましょう、そば行きますか、ハロー先輩、ハロー先輩あーおーおー、親父が、親父あの現場の親父だ、親父ああ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 、それ師匠だろ、それ師匠だろ、師匠がよく入れるやつだね
やなんかその師匠だな。あの事務所の2階で、うん、シャワー浴びようとパンツ一丁出てきたんですよ、うん、そしたら目が合った瞬間に、うん、こんなに紐をめくってくる、うん、はい、ここで師匠による茶置きしてからもうそれで打ってみるかっていうまとめて置いてまとめていった方がいいんちゃうって、うん、あもうあとあと待てってあとって言ってましたね待てよと焦るなよとへへ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 聞いてないはい、いますねきつくするためにちょっとこうギリギリにやって今ちょっと浮いてるんですよでこれを上にバンと塗れば思いっきり周りがこうはまるんじゃないかっていうことっすねさあどうなるんだいいっすかはい割れるぞ、わあ。そうしたらかなりきつくなるよって実際曲がったはあ、本当だ実際曲がったよハロッキーあよハロッキーまあハロッキーの顔で師匠もゾクゾクしてるけどもうそこは譲れんって師匠が今なんかこれを持ってきましたはい角材を置いてるんですよ角材を置いて印してるなんでか分かりますか釘で印をしているさあ答えを分かる人はい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 本当に譲るよいいんすか譲るよはい師匠の場合印あるよって、はい、これは何のための印でしょうか、はい、うん打つところっすよ何ですか何をリスを打つところを印してるとはい今見えないじゃないですかこの下のこの木がそうですねこの辺に打っても刺さらないんですよね、うん、でずれたら、うん、止まらないから刺す意味もないしね、うん、なのでこんな風に、うん、分かりやすいようにねガイドをやってくれてますね師匠は、うん、このこれですねはいこの傷つけて、そこにそのラインに打てよって言ってますね、うん、はいでそのラインのこの先がこうパーってこのこっちにここにこう来るようになってるのでこう刺さるよって言ってますね師匠の知恵ですねさすが。さす。ここまで終わって、またここからここですね。さっきのやり方で師匠がやろうって言ってますね。いいか。せーの。この広くも。おー、しまった。しまったけど。OK。すごい。すごい、しまった。開いてたのに。しまった、すごい。普通に見てわかるぐらい閉まりました。いや、すごかったね。お昼ご飯のおずんびです、はい、今日のお昼はもつ鍋大将さん師匠がちょっともつ油はダメなんではいこれで ね代わりのものも代わりのものがこちらバフ鶏肉です実は僕これ買って家でやったんですよ鶏肉マジっすかめっちゃうまかった試したんすかもう試したもんでも他にもね具材いろいろみんなで盛り上がろうやっていうことでつみれ、はい、こちらねはい生つみれと、はい、今回のダークホース小籠包まさかの小籠包水餃子とかで探したんですけどなかったんですよああ水餃子はいシャウエッセンシャウエッセン豆腐イエーイナイサイの鳥たちの卵ですねちょっと割れてるやべえおにゅあ、うん、間違いない。入り方がヤンバルだ。じゃあこいつ行くぞ。はい。あ、そういえば、どうした？今日スーパー行ったら、もつ鍋って言ったらニンニクとニラ入ってるじゃん。おう。うん、確かに。あ、ニンニクは乗せた。ごめん。大丈夫だ。
昨日はハローキに俺コンビニに置いてかれましたからね。気まず。ごめん。だから慣れてますからね。あっちになんかニラに近いネギが植えられてるんですよ。はい。あれ切って入れますか。うまそうだな。うん。入れてきます。最後に入れようかなこれは。そうなの。外止めに。もう全部入れて最後の最後で入れようか。で煮込むとき。うん、順番で変わる。変わらんと思う。じゃあ今入れたら、今入れたら。俺そこまで俺あれ知らん。もつ鍋に。なんか。おもつ鍋っぽい。もつ鍋っぽくない。もつ鍋ってこんな感じだよね。うん。せーの、はい。はい。じゃあちょっと待ちます。待ちますか。ぐつぐつ。それでも行くぜ。うわ、ユーウィン。ユーウィン。食べましょう。これはできてますよ。師匠、今日寒いはずだけどな。うんうんうん、師匠だけ空調服なんですよ。うん、みんな長袖なのに。半袖空調服っていう。うん、あ、いいですよ。卵。師匠どうですか？暑かった？師匠跳ねた？あいや、グンって師匠グンって、あれだ、お皿の下が熱いからだ、皿が熱いからだ。熱いね。取ります。パカパカ。うわうわうお、幸せの幸せ許してんね。これよ、これじゃ卵いただきます。あら、あ、どうした？幸せ、幸せですよ、ハロッケ。これは小論言っていい、熱いと思われる、はい、夫婦する？ノン夫婦、うまい。うん、食べついた。うまっ。パンチ、はい、小論は正解ですよ。正解ですよ。生地がうまい。生地もっちもっち、汁も吸ってるから、うん、めっちゃうまい、うん、野菜も美味しいですね。うわ、つみれも、あ、これ、廃線村のネギかな、これ。そうです、ネギです。あ、廃線ネギ美味しいですね。うまい。うん、野菜も全部火通ってる。うん、全部 OK ですね。ちょっと、うん、っとすぐ食える。いただきます。あ、ウインナーうまい。シャウエッセン、世界のシャウエッセン、うん、ポキポキしてる。なんかあれだよね、ウィンナーの美味しい食べ方バンバンが言ってたんだけど、湯がくんだよね。聞いたことある？ボイルするっていうことですか？うん、それが美味しいよって言った。うまい。でもうまい。ボイルしたら、うん、なんか旨味が逃げそうで、うん、ちょっともったいなさそう、うん、汁が湯気に、あ、なんかお湯に、あ、もう、まだ薄くなりそう。薄くなりそう。全部いただきたい。午後の部。はい、はい、始まります。はい、午後の部スタートですね。キス、キス班は、売ってないところを売って、師匠は、先伸ばすところを、ちょっとね、邪魔な、いいとか、カッパをね、カットしていきます。じゃあさよなら、パチ。さよなら。また来週。絶対これぶら下がったらちぎれるやつだ。はい、あ、ごめんなさい、行っちゃう、行けちゃう。男気、男気見せる。絶対行けないこれ。あ、もうダメじゃん。怖っ。絶対行けないこれ。やるだよな、これ。これは剣山になってるんだよな。血がね、竹がね、あるんだよね。3363が楽しそうに笑顔でぶら下がってるのがサムネか、うん、で血だるまになってるのがサムネか、入院してる車椅子生活なのがサムネか、二択ですね。師匠が言ったってことは、マジで気をつけてよ、マジで、うん、マジで気をつけてよ。めっちゃしなってる。こっちが引っ張った、もう一回か、もうちょいつるの上の方持ったら行くよ。
大丈夫？はい、せーの。あーあーしゃしゃすごっ持った持ったけど今はサムネになるなサムネらしくないなああなるほどこっからこっからこっちに行けば面白いかもいけるのかサンサヌ君もうちょい上持ったらいけるんじゃいけるかせーのいけたんかダメだったダメだったあ、岩がずれた岩の上に乗せてたけど、岩あ、やべ、岩がずれたやばザサルクが建築がハルさんが俺が撃ったところ行くぞそれか、ミス取ってもう一回撃ち直すいやー、けどすごい丈夫だ、こいつ結構普通に考えて、ちょっと切れる気しないもんな、この太さだったら、うん、この細いやつだったら危ないけど、これだったら結構持ちそうだもんここはいここにツラツラぐらいに、はい綺麗にペッて切れるように多分測ったんですよさあ、ハルキいけるかで、行くぞはいバッテリー入ってない入ってるはいよし、行くぞはい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 ここにこれ入れていくんだなるほどね支障が打ち込むナイチにいるみたい今日ねナイチはもうジャンバー着てたなみんなあいいねジャンバーっていうことは久しぶりだね今みんなジャケットって言うんだよねあ、そうなんだジャンバージャンバー結構上げだね結構きつい大丈夫あオッケー行くぞはい手気をつけてよ、うん、うわんうわんオッケー、はい、オッケー今、左右にね、2x4 刺してで、ここに、4号角をねはい、入れてますね、はい、いやけど最終的にこの大きさまでなるのかかなりでかくなりますね、はい、2倍分になります、2枚分ここがここにもできるっていう2枚分ですよかなりボリューム抜群のウッドデッキねえ、これだからすごい怖くちょっと岩が出っ張ってるんで叩くたんびに焦げ臭い匂いがする、はいうん、煙出てますね、うん、いいんじゃないバッチリ伸びてない大丈夫バッチリだねはい今日はこんな感じかな、はい、今日はここまで、うん、はい、オッケー片付けましょう片付けしましょう